まったくなんて痛ましい事件だ。確かにね。遺伝子病が気候を引き起こした事例は以前もあったが、ここまでひどいのは初めてだ。6人が一度に自殺するなんて、しかもあっさりと。あっけなく。あれではまるで。申し訳ない。実は子供の頃私の姉が、すまない。今は職務に集中せねばな。いずれにせよ仕事はやってくるのだ。市民はすでに苛立っていたが、この事件は我が国を大きく揺さぶりかねんぞ。今夜は全国民が答えを求めて我々のニュースを見守るだろう。我が社は正直で市民を落ち着かせなければ。そうですね。正直である必要があるのかな。難しいね。正直で言おうか。今回。ふーむ。だが不安や混乱を招いてまで真実を伝えることが正しいと言えるのか。まあそこなんだよね。正しさっていうのはね。正論は人を傷つけますからね。いずれにしても、人々は答えを求めている。責任を押し付けるものを、気休めを与えてくれる何かをな。無知は何よりも恐ろしいんだ。我々が報道すれば、読者はそれを信じ込む。我が社がニュースを、真実を作り出すんだ。正しい判断を下したまえ、編集長。おっと、本日の給料だ。50のビーバックね。では、良い一日を。そうっすね。まあ、レアリストの外交も難しいし、あと病気とベターバッツと保険と治安だもんな。ちょっと、他も。他は見えない。あ、見えないね。ベターバッツ。あ、これね、ベターバッツが可能性俺はあるんじゃないかなってちょっと思ってますよ。ああ、国民皆保険は却下されましたけど、まあ、一個一個見ていきましょうか。レアリス性モッドが自殺の原因か。ショッキングな集団自殺で6人が死亡。全員大敵に遺伝子改良を受けており、製造番号からレアリスの同一製造のものと判明した。心の病が伸びさん全土へと広がり、気候の報告が続いている中、外国の干渉をこれ以上黙認するわけにはいかない。ああ、まあ、可能性はあるよね。ベターバッツね。昨晩のショッキングな事件を受け、警察当局は一つの共通点の捜査に踏み切った。6人の飛び降り自殺者は全員ベターバッツの発売記念パーティーに出席したことが判明。ドリンクオープ社は同社の新しい飲み物が気分を高揚させ、不死感を抱かせる可能性を隠蔽していたのだろうか。ベターバッツは可能性あるな。これ2つ承認しよう。強盗未遂によって1名が死亡。強いレアリス名前の外国人らしき男性が昨晩、クイックマートに押し入り、未特定の武器で数人の客を脅迫。短い揉み合いの最中に1名が致命傷を負った。あ、これは捜査したいけどね。でも治安と監視が強くなるのが嫌なんだけど、これは報道しないわけにはいかないもんな。速報。国民皆保険法案は却下。 HC42 号法案は今朝わずかの差で採択ならず、今後も条件を満たしたものだけが効果的かつ高度な医療を受けられることが決まった。これ承認。はい、じゃあ退社しましょう。まあ結局全部を承認したね。この伝統がさ、なんかそういうキャラクターに見えるよね。帰ろっか。まあ治安はかなりさ、良くなってるね。あ、テレキャストしてますな、大統領。
あー、これは隣国との摩擦が起きてるな。さあ、そっか。あとあんまり知り合いがいないね。街の状況はそれほど変わってる感じはしないんだけど。安楽死した。あ、保険制度な。みんな吐きまくってるな。病気か。あや、燃えてるぞ。デアリスの大元凶は滅び地前。あー、これあれか、反レアリス活動で襲撃されたんだ。あ、いやこれはきな臭くなったね。市民は家へ帰ってろ。あー、これは報道のせいで病院にはね、人は並んでないですね。また移民が銃で人を殺しやがった。あー、まあさっき、こんばんは編集長。昨晩の事故は偶然ではない。レアリスは都合の良いスケープゴートだが、裏では大きな力が働いている。レアリスではないと。明日の原稿の中に特別な記事を入れておく。必ず報道しろ。何者だ。私のことはどうでもいい。大切なのは真実だけだ。正義をなせ編集長。人々には知る権利がある。あー、ちょっとベターバッツどうなの問題出てるね。あんなクソさっさと謹慎しやがれ。あれ、でもベターバッツを飲むと脳が腐るぞ。飲んだらダメだ。なるほど。ちょっとルディによ話聞いてこようかな。なんてこったい。あんたも見たか、ジュナバイが派手に燃えちまってら。ジュナバイが焼け落ちてバイバイって。これ全部なんかちょっと嫌味臭いな。全部内容似たような感じだもんな。好都合だ。あんたまさか私が関わってるとか思っちゃいないだろうね。家族を守るためなら鬼にだってなるが、他人の命を危険にさらすようなことはせんよ。外国人が欠陥モットーを売りつけてるっていう例の疑いが人々に一線を越えさせたんだろう。すまない。私は未だにあの集団自殺のことが、何しろ店のすぐ外だったからな。欠陥モッドに実験的な合成種に、これって最悪の組み合わせじゃないのか。6人の命が一瞬で奪われちまった。少なくともベターバッツを売らないでよかったよ。そうだよね、それは思うな。俺もダメだ、あのことはもう考えたくない。まあ好きに買い物をしてってくれ。欲しいものはあるかい。まあ犬のおやつ。ああ、パソコン欲しいな。コルクボード壊れてるやつか。でも買っていこう。犬の餌はまだあるんだな。売ってなかったもんね。よし。ああ、兄貴いるね。兄貴いるけど、まず鏡を見てかな。今日はなんだかありがちだ。まあ普通ってことね。ああ、これベターバッツの看板が立ってますね。餌は大丈夫。犬が家までついてきたって？ならよかった。
野良人間じゃなくてね、はははは。それではお電話の時間です。もしもし、これって放送されてるの？ただこの番組のファンだって伝えたくて。それとほら、例の遺伝子薬のことがすごく心配で。ありがとう、リスナーさん。遺伝子薬は神の恵みか悪魔の呪いか、いずれ答えは出るでしょう。はい、フランクトーク。まず兄ちゃんに話を聞くか。よう、ちょうど夕食が出来上がったとこさ。ばあちゃんのレシピでビゴスを作ってみたんだ。4時間じっくり煮込んであるぜ。今頃肉汁やらスパイスやらがたっぷりキャベツに染み込んでるはずさ。お腹がペコペコだ。一杯よそって食いながら話そうぜ。はっはっはっは。うわわ、あっち。あ、ところでさ、止めてくれてありがとな。日曜には出てくから心配すんなって。ここだとすごく集中できるんだ。お笑いライブで披露するネタを必死になって書いてるとこでさ、すっげー気分が上がってきた。つかさ、お前も見に来るよな。ああ、まあもちろん。いいね、さすがは俺の兄弟だ。それより何なんだよ、昨日の飛び降り自殺はさ。お前の局じゃ早速犯人探しに躍起になってたっけ。レアリスがもっとに細工してるって。ベターバッツがみんなを狂わせてるって。みんなで悩んで議論するより何かに責任を押し付けちまう方が楽ってことか。お前はこの集団自殺についてどう思うんだ？彼らは頭が働いていなかった。へえ、そうかい。奇妙な薬のせいで頭が朦朧としてたって。なんつうかさ、たまになんけど、たまに俺気持ちが分かっちゃうんだ。すべてを終わらせたくなる気持ちがさ。バカ言え、今からスターになろうって男が。ほんとお前の言う通りさ。ああ、ジョークが効いてなかった。気合の入った顔を見せろってか。いいく、あ、しかめっつあのお笑い芸人なんて笑えない。幸せなふりができなきゃ他人を笑わすことなんてできないって。ちょっと追い込んだかな、これ。もしかしたらちょっと追い込んだ感じの展開になっちゃったな。いい方に行くといいけど、悪い方に行くとこれはやばいことになりそう。とにかく、まあそっちはどうよ。最近は燃え上がるような恋とかしてないのか。頑張ってるとこだ。おい、なんだよ、今はまだ秘密ってか。まあよかったよ、少なくとも俺らの一人は運に恵まれてるっぽくてさ。結局は自分らしく生きて。ああ、まあな。ただ自分らしく生きてるからって成功をつかめるとは限らないんだぜ。俺がポンコツってだけかもしんないけどさ、母。とにかく、まあ長い一日が終わった後で俺のマジトークなんて聞くのはうんざいだろ。お前はもう寝ちゃってくれ。俺は新しいネタでも考えるからさ。途中でベターバッツを買おうかと思ったけど、お前んとこのニュースを読んだ後だったから思い直したんだ、母。皿のことは気にすんなって。俺が後で洗っとくからさ。それとそう、ドッグフードも買っといてやったぜ。たっぷり可愛がってやったから犬頃のことは心配すんなって。止めてくれたせめてものお礼ってとこだ。さーってネタの続きを書くとしますか。んじゃおやすみ。兄ちゃんなんか間違ったらなんか死んじゃいそうな感じもするな。気をつけよう。ワンちゃんこっち来て。あー、来た。あー、こっち来て。あー、こっち来て。こっワンちゃん、そっちやとなんか隠れて分かんなくなっちゃうから。来ないか。じゃあここでいいや。ワンちゃん嬉しそうだな。はっはー。いやワンちゃん、そーら、おやつだ。
なんだって？まあ何かに責任を押し付ける必要があった。そうするのが正しいんだ。犬のおやつを与えるとなんかヒントみたいなのを教えるのかな。教えるというか思いつくのかな。なんかそんな感じするね。こちょこちょ。よし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 。よし。お、アイワン。ノートパソコン？あ、あるけど使えないね。あ、でも一応増えてるね。じゃあおやすみ。こんばんは。のびさん情報省から手紙が届いた。彼らは投資の方向性にとても満足しているようだ。ああ。いや、政府を支持するつもりはないんですよね。今んところね。独立的な立場を貫きたい。ふうむそうとも、我が社は声を上げ続けなければ。とはいえ、我が社が業界で生き残っていくことを望むなら、資金源に関して現実的にならんとな。一部の投資家たちが我が社の昨日の記事のことを耳にしたようだ。ベターバッツか。ベターバッツが集団自殺の原因だと非難したな。一体どういうつもりだ？ドン！しっかり念を押しといたはずだぞ。おかげで見ろ。ドリンコープ社は全出資額を撤回した。根こそぎだ。これがどういうことかわかるか？ドン！全員の給料が削られるってことだ。うちのこのモット資金も。君は減給だ。年末のボーナスはカットだと知ったら、チームのみんなは泣いて喜ぶだろうよ。わ、減った。そっか、3分の2になったね。3分の1が控えた。今夜の放送はちょっと難しいぞ。ニュース枠が限られていて3個の記事までしか承認できない。このゲームさ、新聞社って話なんだけど、なんか時折放送局なのかなみたいな感じの言葉もあるんだけど、まあ新聞社兼テレビ局だと思ってやりましょうか。今回もデスクにメモが置いてある。それと忘れるな、閉じられてる記事はノルマに含まれないからな。なるほど。はあ、ベターバッツに慢性的な中毒性。ベターバッツの中毒性は低い。ノビスタン公共調査機構の最新報告によると、新しいアルコール飲用を常飲している約6人に1人が渇望感や軽度の中毒症状を示していると。で、中毒性は低い。ノビスタン公共調査機構の予備調査によれば、中毒傾向を示している上飲者の数はわずか 15% 程度と、ニコチンや従来の酒の半分に過ぎない。まあこれね、同じデータをどういう風に聞い取るかって話をね。まあ前もね、なんか豊洲とかで報道されてたんだよね。あの危険とされる水位の約半分の量の有害物質を検出しましたって言ってたんだけど、まあ基準超えてないんならいいんじゃねえかって俺は思ったんだけど、ああいう書き方されるとさ、なんか悪いのかなって思っちゃうよね。でもうベターバッツはスポンサーを降りちゃったんで、降りてなければね、あの右だったんですけど、降りちゃったから中毒性がある方を報道しよう。うん、はい。次、レアリスへの制裁は自分の首を絞めるだけ。これはエブリンはあのよくね会話してるあの女の子だと思うんだけど、いくら愛国心に訴えたところで協定違反に対する制裁をレアリスに課した場合、より大きな経済的損失を被るのは我が国の方だ。とりわけ低所得層の家計を直撃するに違いない。これは採用しましょう。急増する国内犯罪。ノビスタン公共安全機構が先ごろ発表した最新の研究報告によれば、路上強盗や窃盗の件数が昨年に比べて 13% 上昇していることが分かった。こうした傾向に歩調を合わせる意味でも、政府が警察力の増強に踏み切ることを切に願う。これはね、いたしかゆしなんだよな。なんか
本当はさ報道した方がいいんだけど、なんかやりすぎると中国の監視社会みたいになりそうな懸念があるよね。ちょっと一回保留。薬はもう怖くない。もう社会の恥と呼ぶのは予想。多くの人がカフェインや鎮痛剤に日々依存している現代において、単なる元気が出る薬が許容されない理由はどこにもない。難しいなこの情報だけだとね。遺伝子疾患に隠された真実、真実の語り部たちね。ノビスさん全土に広がっている病は自然のものではなく、自殺の増加も偶然ではない。遺伝子マーカーから察するに、この病気は人工的に作られたもの。一体誰が裏で糸を引いているのか、全国民が問うべき頃合いだ。まあ採用だな。まあこれはね、今のところちょっと都市伝説とかトースポ的な意味で採用した。あと採用するのが一個だけか。薬はもう怖くない。これなんか中身がないからこれでいいや。これで、あとこれを、不採用にして OK。 あ、いるね。あえてよかった。例の保険法案が撤廃されてよかった。おかげで午前中の2時間だけで全ての検査を終えられたし、いずれにしてもようやく診断が下った。私は MRS 陽性、もっと拒絶症だった。全ての遺伝子改良細胞を体が拒否して攻撃しているの。自己免疫疾患みたいにね。そっか、治る病気なのか。いくつか選択肢があって、幸い症状を抑えてくれる薬があってね。本当に効くっていう高額な治療はすっごく高いけど、伸びニュースで今くらいのお給料をもらえてればちゃんとした薬くらいは買えそう。そうだ、さっきニュースで聞いた、この病気って人工的に作られたものだとか。陰謀説にはあまり関心がないけど、私のこの症状とも関係しているとしたら、とにかく今は考えることが多すぎて。話を聞いてくれてありがとう。おやすみ。うん、くそー、やっぱりこううまくはいかないようになってんな。あー、レアリスの大企業は滅び地前運動してるな。ちょっと小康状態だけどね。で、入ってる人も多いしさ、うん、新しい言語を学ぶか。まあレアリスとは仲良くしてていいんじゃないかなって思うな。今のところベターバッツだと思うんだよね、悪いのは。あははは、燃えてますね。ベターバッツに触れた口は汚れている。飲んだらダメだ。うん。お？なんだ？錆びたスプーンが好きでよ。あれに触るのが好きでよ。でもって今日はイラクサの喜びに浸ってたんだ。ムー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 。あ、なんかちょっと頭がおかしくなった系の。畜生、ニュースを読んだか。この疫病が人災だなんて信じられん。ああ、そうだ、あれを報道したことによってちょっと国民に混乱と不安が広がってるな。そこは配慮してなかったな、そういえば。うわ、デモ隊だ。目を覚ませ、目を覚ませ。デモしてるな。今夜もいらっしゃい、我が町の編集長さん。素敵な一週間を過ごせてるといいが、今でもジュナパイの火事のことが気になってな。まあやりすぎだよね。次はこの店が狙われたらどうする。可能性はなきにしもあらずだよね。
うちにも警察がやってきてあれこれ聞いてったよ。けどま、例のベターバッツを取り扱わないでよかったよ。みんなあの酒をボイコットしてる。まあ店の経営ってのは簡単じゃないのさ。適者生存か。残酷なもんさ、大会を泳ぐ小魚になるってのは。だがな、決断ってのは文脈の中でしか下せないもんさ。しかるべき時にしかるべきことを伝えなければ物事は大きく動くもんだ。実際家内とはそうやって出会ってな、20年近く前になるが、街を歩いてたら誰かが私を怒鳴ってきたんだ。そこのルディってな。振り向くとそこにはどえらいべっぴんさんが立っていた。何の用だと尋ねると、どうやら彼女はそれでいいって言ってただけだが、あの小さな聞き間違いがなかったら。そいつはすごい。ほんの一瞬でその後の人生が決まってしまうってのは面白いもんさ。可能性は無限なんだって思うよ。ま、老人の締めっぽい、何事だ。は、この辺にしとくか。何年も父親をやってると何にでも感傷的になっちまうもんなさ。はは。家族といえば、あんたにはお兄さんがいたっけな。こないだうちの店へ来たんだよ。お兄さんは30分ほどジュースやらスナックやらを見て回ってたが、結局何も買わずに出て行った。お兄さんはちょっと上の空に見えたぞ。あー、兄貴、兄貴追い込んじゃったかな。私が口を挟むことじゃないんだろうが、一応あんたの耳に入れとこうと思ってな。家族ってのは支え合わないといけない。まあ少なくともお兄さんはうちの店へやってきて、この病気は陰謀だとわめき散らしていく、いかれた連中とは違ったがな。まったくバカバカしい。とにかくまあ話を聞いてくれてありがとうよ。さ、買い物をしてってくれ。そうだな、合成壁紙、コルクボード、コーヒーテーブル。お金がなないけど、コルクボード良さそう。アイデアの整理に適したって書いてるから、これ買っていこうかな。お金も節約しないといけないしな。わー、でもしてる。じゃあうちに帰ろう。みんなゲーゲー生えてんな。あ、兄貴がいない。今日はなんだか確信が持てない。じゃあまずはワンと遊ぶ。あ、兄貴いるな。ベターバッツの看板が逆になってんな。まずワン、あ、ワンと遊んでからにしようと思ったんだけど。うん、隣国の情報を流してるね。うん、あー、これ何年の話なんだろう。2038年からって言ってたね。ワンワン、やあやあ、ワンちゃん、ごめんな、今日はおやつ抜きだ。うん、なでなで。そうね、おやつがなけや賢者の言葉もなしってかね。あれが多分おやつを持ってくると何かを思いついて、なんか示唆的になるんだと思うんだよな。うん、じゃあ兄貴と会話するか。よ、実はさ、新しい保険法案が採択されなかったせいで、どこのセラピーも受けられなくって、民間のやつはどれも高すぎて手がどっとかないしさ。
こうなりゃ怪しい自己啓発書を買ってヨガでも始めるしかなさそうだぜ。それはともかく、ここんとこ保険制度の審議やらお笑いライブのことやらで頭がいっぱいで、他のニュースに全く追いつけてなくてさ、総理のテレキャストを見たらみんなあの話で持ち切りじゃんか。どうなってんだ。こっちかな。へえ、そうかい。この国は資本主義一辺倒だったし、外国に出し抜かれるってのは避けたいよな。メディアはこの国の指導者たちに関しちゃ賛否両論あるって感じっぽいし、お前は実際ウォルフ首相のことをどう思ってんだ。そんなに好きじゃないんだけど、強烈に嫌ってるわけでもないんだよな。なんか55対45とか60対40ってちょっとウォルフはどうかなって思ってる感じなんで、まあ下ぐらいにしとくか。ははそいつは面白いものの見方だ。早速街でデモやってる人を見かけた。世の中がちょっとずつ狂っていってる。なんて時代に生きてるんだかさ。下かな。ははだったら俺らは一番前の席だ。とにかく話に付き合ってくれてありがとな。時代に置いてかれないよう情報を更新しとかないとさ。俺のライブは火曜になった。まだちっとも準備が終わってないんだけどさ。ああ。けどまあお前だってニュースとか重圧とかいろいろと心配事を抱えてんだろ。そうだね。ああくそ、お前んとこの局でそこの製品の悪口を言ったんじゃないか。だとしたら、ま、どの道ひでえ目にあってたさ。俺もちょっぴり共感できるよ。お笑いってやつはいつも人前に出ないといけない。一人でやっていても結局は周囲の評価で決まっちまう。たまにマジ心が折れそうになるよ。特にどう感情を抑え込んでお笑い用の顔だけを見せられるかってことに成功がかかってる場合はさ、できれば専門医に見てもらいたいけど、資格もなけりゃ金があるってわけでもない。ひょっとして俺が抱えてる問題って巷で流行ってる例の遺伝子病だったりして、遺伝子性うつみたいなやつさ。あれって脳がマジおかしくなっちまうって聞いたぜ。それとお前の新聞のあの記事、いろんな説を耳にしたよ。製薬会社のせいだって話や、ドローンが夜中に毒をばらまいてるって説も。真相はどうあれ穏やかじゃないよな。とにかく今夜は本気でライブのネタを書き上げないとまずい。だからお前を解放してやる。バーで勧められたんだ。ベターバッツを飲むと想像力が刺激されるって。で、俺は言ってやった。ありがとうよ。けど俺にはクレヨンがあるから十分さって。はっ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 は。へへ。けどマジどっかでクレヨンを調達してこないと。あ、俺は明日の朝出てくからさ、止めてくれて本当に助かったよ。お前は命の恩人だ。そっか、クレヨンとか買いに行けんのかな。行けないな。もう寝るしかないね。じゃあおやすみ。